皆さんこんにちは、あやとです。今回ですけども、あの初心者でもできるおしゃれな動画の撮影方法を皆さんに教えていきたいなと思います。ということで、以前からね、あのおしゃれな写真の撮り方もそうですけど、そもそも初心者って何から始めていいか分かんないという人が多いので、あの今回は動画にちょっとフォーカスして、これから動画編集とか自分で映像作ってみたいっていう人に向けて、どうやったらね、おしゃれな映像を簡単に作れるのかっていうのを、伝授していきたいなと思います。で、今回はちょっと自分の、一眼レフを使って、コツをね、いくつか教えていくんですけども、今回教えていくコツは、あの別に一眼レフ持ってる方じゃなくても、あの iPhone とかね、GoPro とかでも他の機種でも、応用できるテクニックを教えていきますので、まあ、これさえやればもう一流の動画作れっていうわけではないですけども、いくつかのテクニックを押さえておけばそこそこいい映像が撮れるっていうのを、教えていきたいなと思います。はい、ではちょっと移動しまして、これからね、被写体を使って、一個ずつねコツを教えていきたいなと思います。次によく聞かれるんで先に言っておきたいんですけど、僕が使ってるカメラね、紹介しようと思います。これは、キヤノンの、EOS 80D っていうカメラで、まあ、大体本体が多分10万しないぐらい、まあ、もう10万ぐらいしたら10万前後 で使ってるレンズ、今回使うレンズがキヤノンの、50mm の、F1.8、まあ、あの初心者の方は別にこれ名前とか覚えなくて大丈夫です。これ使ってますよっていうだけです。で、今回被写体として使うのはおなじみじゃねえかコーヒーです。今日はそのまず1個目として、手ぶれがなくなる方法というか、手ぶれをなくしてかつおしゃれな撮り方ができる方法を、ね、ちょっと1個目として教えたいなと思います。じゃあちょっとまずここ見てほしいんですけど、まあ、ここにコーヒーがありますと、でこいつをね、あの撮りたいっていう時に、まあ、初心者の人が落ちやすい傾向として、さすがにこうやって片手で撮る人はいないと思うんですけど、やっぱりちょっとその撮ることに必死になりすぎてカメラがこうブレブレになっちゃうっていうのがあると思うんで、まずその何ていうんですかね、初心者がやる撮り方で1回撮ってみます、まあ、よくやるのがこの被写体に対してカメラを動かしちゃう、こうやってカメラを動かしちゃう、こうやって、これでもいいんですけど、やっぱこれだとその自分がここに立ってるのにこうやってやっちゃうってことは、こうカメラだけをこうやって動かしていくとやっぱちょっとあのなかなかコントロールが効かないと。で、一つやってほしいのはカメラをまず持つときに、あの iPhone とかでもいいですけど、まず脇を締めましょうと。脇を締めてしっかりこう固定した状態で撮ってほしいんですよね。で、それが別にこう動きつける場合でも、この固定で撮る場合でもそうなんですけど、しっかり脇を締めた状態で撮ることによって、あの手ぶれが起きづらいと。手ぶれがあるとないでだいぶね、そのあの動画のイメージも変わってくるので、ね、そこはまず気をつけてほしいなと思います。で、例えば動きをつける場合、こうやってね、やる人も多いんですけど、動画に動きをつけたい場合は、カメラを動かすんじゃなくて、自分も一緒に動くっていう、カメラともね、あの一心同体みたいな感じで、こいつと一緒にね、こうやって一緒に動いちゃうんですよ。こうやって動いてほしいんですけど、またこれやるときに気をつけてほしいのが、思いっきりカメラ持ってこうやって歩いちゃうと、この歩いた振動でまた触れちゃうんですね。ちょっとめんどくさいことに。だから、ちょっとね、歩く動作をなるべく最小限にして、もう足開いといて、この状態で、ちょっと体と一緒にこうやってこの足を使って、この膝のね動きを使って、この例えば左から右に撮るんだったら、最初ちょっとこっちに重心かけておいて、ここから右側にこう体重移動だけでカメラを動かしてあげると、ね、結構いい感じに手ぶれが最小限で撮れるかなと思います。ちょっと試してみてください。これはじゃあ、あのさっきの1個目の手ぶれをなくすってやつで分かってる方はもう分かったと思うんですけど、あの動きをつけるってことが大事ですね。やっぱりあの例えばこういうとこに止まってる被写体とかで、そのまま撮っても、まあ、映えるっちゃ映えるんですけど、やっぱり動画って動きがあった方が見てて面白いし飽きないんで、動きをつけてほしいなと思います。それが2個目ですね。でさっきみたいにこの左から右にとか右から左にっていう動き方でもいいんですけど、例えば、このコップだったら、まあ、下から上とかこうアップで撮ってる時とか、下から上になぞるように撮ったりとか、例えばコップだったら、なんだろう、そのちょっと工夫するなら、例えば飲み口からちょっと引いて撮るとか、まあ、いろんなやり方があると思うんですけど、そこはね、あの皆さんのクリエイティブな感性というか、そこら辺になってくるんですけど、まあ、いろんなね動きをつけてほしいなと思います。でこれ動きつけるってことなんですけど、ただただ単調に動かすだけじゃなくて、こう立体的にというか、上下でも、近くから遠くにの上下だったりとか、左右も引きからアップに動くとか、いろんな方面から、立体的な動きをつけてあげると、まあ、見てる人は飽きないので結構大事ですね。これは動画を撮る上では結構重要なポイントになってくるかなと思います。
はい、じゃあ、次なんですけども、あの手ぶれと動きをつけるっていうのは結構ね、初心者でも大体分かるっていうか、それはね、やってる人もいるんじゃないかなと思いますけど、ここからちょっと上級者編っていうか、ここら辺でちょっと差をつけるテクニックをね、教えていきたいなと思います。で、次教えるのがですね、こう被写体を撮るときに物陰を使うっていうのを、ね、教えていきたいなと思います。じゃああそこにコップあると思うんですけど、もうこんな遠くからね、あんなカップ撮ってる時点で不審者だと思うんですけど、先に言っときますけど、初心者であの動画をね、おしゃれに撮りたいって思ってる方はね、もう諦めてください。不審者になるなんて避けれないですから。この物陰とか使うじゃないですか。まあ不審者ですからね、こんな公園で一人であんなとこカフェコーヒーとかね、置いて撮ってるの不審者ですけど、で大事なんで、これはねぜひやってください。ここに木がありますと。で、物陰使うっていうのはどういうことかっていうと、こいつを撮るわけじゃなくて、この影を入れることによってその被写体を強調するっていう意味で使うんですけど、ちょっと言ってもわかんないんで実践しますね。例えばこの被写体を写したいときに、さっきの動きをつけるっていうのと一緒で、これもじゃあ次、右から左っていう動きをつけるんですけど、その時にね、この木の影を使います。画面の半分ぐらいかな、か3分の1ぐらいの時にこの影、木の影を写しといて、で奥の被写体にピント合わせるんですね。で、この状態から物陰がだんだんなくなっていくように、右から左にこうスライドさせてあげると、そうすると不思議と、まあ、これはなんかおしゃれに見えるとこれはあの多分いろんなビデオクリエイターがやってると思うんですけど、いろんな場面場面でね、あのなんでおしゃれに見えるかっていうと、おそらくその被写体が強調されるから、まあしっかりピントが合ってるのもありますけど、写真でもそうじゃないですか。例えば後ろがボケてる写真で、ポートレートとかで人がくっきりピントって写ってる写真ってすごい綺麗でおしゃれに見えるじゃないですか。それと一緒で、この物影を使うっていうのは引き立て役になってくれることで、その被写体をよりよく見せてくれるっていう、でかつ動きもついてるんで、なんかもういろんな要素がこう脳内に取り込めて、あ、この動画おしゃれみたいな、ちょっと何言ってるか分かんないけど物影を使ってあげて引き立て役にして、被写体をさらにこうちょっとね、引き立ててあげるっていうことです。だから木じゃなくても、例えばね、パッてね、今もう一度やりますけど、これね、例えばこういうとこ、あ、もうおしゃれだわ、これだけでおしゃれ、これだけでおしゃれですけど、これあるじゃん、これよくこうやって置いてるやつとか、でこういうのを直接撮ってもいいんですけど、こう上から撮るのと、例えばこういう葉っぱとかに影というか、ちょっとなんか画面にちょっとぼやけて映ってるなぐらいに葉っぱ配置させてあげると、あのめちゃくちゃおしゃれになるっていう、ごめんなさい、これ感覚です。やってみたら分かります。これはその木の影とか葉っぱじゃなくて もういろんな物影を試してほしいんですよ。友達のふさふさな髪の毛の隙間とかでもいいんでとりあえずあの物影がボケててやってれば、その被写体にピントがしっかりあって強調されるんでいいっていう話ですね。でこれはちょっと難しいのが、 iPhone とかだとちょっとやりづらいっていう、 iPhone の場合だともうこういうのとかすごい近づけないとこいつがボケないんで、まあ、これはちょっともしかしたら一眼レフに特化したあれかもしれないですね。ただこれはだいぶ役に立つと思います。はい、次4つ目なんですけど、これはその動画をおしゃれに撮るテクニックというよりはちょっと前のセットみたいな感じのアドバイスになっちゃうんですけど、動画撮影するときに後々自分で動画編集するときのことを考えて動画撮ってほしいってことですね。でこれはどういうことかっていうと、素材をたくさん撮っておいてほしいってことです。でなんで素材をたくさん撮っとくかっていうと、動画編集するときに、例えばこのコーヒーの映像撮ったときに、このカットしかないのに、それが例えば手ぶれがひどかったりとか、その動画の流れ的に合わなかったりしたら、その動画カット使えないわけなんですよ。でそれってすごいもったいなくて、だからそのうまくいかなかった場合の時の保険としてたくさんバリエーションを取っておいてほしいってことです。でバリエーションをたくさん取っておいてほしいっていうのは、その同じものを何個もたくさんとりあえず取りまくるっていう意味じゃなくて、レパートリーを増やすって意味っていうのかな。いろんなレパートリーを持っておくと、動画編集した時に左から右ちょっとなんか違うなっていう時とか、その他のバリエーションでね撮ったやつが使えるので、そのいろんな引き出しがあるっていうか、バリエーションがある分いろいろ試せるのでたくさん撮っておきましょうっていうことですね。でこれ最後5つ目なんですけど、最後はこれもまたテクニックじゃなくてマインドセットですけど、ちょっともう奇想天外な発想をどんどん取り入れてほしいってことですね。アイデアを駆使していろんなクリエイティブな感性を爆発させていきましょうっていうすごい俺の言葉がクリエイティブすぎた、ごめんごめん簡単に言ったらいろんなアングルから撮りましょうとかね。例えばこのさっきのコップね、これコップもいろんな方向から撮るっていうのもそうですけど、例えばもうこの机、映えるか映えないか別としていろんなの試してほしいっていう意味で、例えばもうこのちょっと隙間あるんでこの隙間から撮るとか、もうここ立っちゃって、もう何机の上立っちゃって、こう上から撮ってカメラを回すとか、あとは
こぼしてみるとか、こぼしてるところを撮ってみるとか、他の人がこれ思いつかないだろうなみたいな、でそれがうまくいくかどうか分かんないけどやってみようっていうのをどんどん取り入れてほしいなと思います。はい、ということで今日はあの基礎的なことでしたけども、初心者でも簡単にねおしゃれな動画を撮る方法を、伝授していました。で今回は結構本当に基礎的なというか、動いてない被写体がメインで教えたと思うんですけど、もし他にね、こういうことがわからないとかこういうことも教えてほしいっていう方がいましたら、コメント欄に書いてくれれば、その次のね続編の動画でそれもね盛り込もうと思ってるので、ぜひぜひコメント欄にそれを書いてください。今回の動画いいねと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。であとインスタグラムとツイッターもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。バイバイ。